整ったところで絶品外飯作っていきましょう。一品目はこちらの鹿肉のロースを使いまして、鹿肉とキノコのステーキ柚子胡椒ソース作ります。いいよ。うわー立派。絶対フライパン入んないから半分ぐらいならいけるかな。うわうわーすごい。普通のお肉にあるあの筋とかがあんまりやっぱないんですよね。スーって切れるんですよ。鹿の特徴なのかな。下味をつけます。お塩と胡椒も振っとこう。オッケー。はい、ちょっと5分10分置きます、はい、ちょっと置いときます。へえ、なめこ取れたてですよね。これ丁寧に拭けばいいでしょう。マッシュルームとかも水で洗わないんで、こういうついてる土は。ヨーロッパの人はハンカチとかでささってね拭うんですけど、まあ普通のナメコだったらできないけどね、ちっちゃいから。こんだけでかいと。なめこ本当に ぬめりがでもあるから取りにくいけど、まあキャンプですからちょっとぐらい気にしないっすよ、土は。よし、これを竹落として、すっごい大きさ。あーいい匂い、はあ、すっごいキノコのめっちゃいい匂いする。なめこ OK で、続いて戸隠さんの舞茸、綺麗ですよ、舞茸はもう手でほろっとちぎっちゃえばいいでしょう。まあキノコは添え物なんでね、これぐらいで OK です。そしてジャンボニンニク、何でもかんでもでかいですね今日本当に。全部でかいよ。
でも楽しいですね、道の駅は。やっぱスーパーと違って見たことないサイズがある。すっごっ、面白そうだからでっかいの買ったけど、うん、すっごい。何これ、一かけじゃないよね、もう4かけ分ぐらいあるよね。輪切りなんだけどな、輪切りいこっか。ステーキにはね、ちょっと輪切りのニンニク。じゃがいもこれいやでもせっかくだからこのまま行きたい。十分だ、こんだけあれば十分だ。よし、お野菜切れました。じゃあお肉を焼いていきましょう。じゃあ焼きましょう。まずはニンニク入れて、香りを、あー、ニンニクの匂いだ。ジャガイモかと思ったけどニンニクでした。いい匂い。これぐらいのニンニクだったらホイル焼きにしたらなんかホクホクして美味しそう。ではでは、メイン鹿肉を入れます。あら、いい音。綺麗な赤ですね、これ。じっくり火を通したいんで、こまめにひっくり返しながら。うわ、でもここがもう美味しそう。おお、ほ、玉ねぎじゃない、ちょっとニンニクニンニクだと思わないんだよ、これ。いい感じに焼けたら取り出します。うん、いいでしょう。一旦置いといて、うわー、すごい。うん、めっちゃいい匂いする。これはじっくりやらないとだいやー、でも塊肉焼くのは幸せですね。
あー、冷えるな。うわ、はい、水風呂入る人いる。湖に飛び込む人。サウナーと脱いだ。おお、躊躇なく。すごい。まだっぽいな。今中心はまだなんです。じゃあキノコを炒めましょう。ここでソース作りをして、ソースが温まるとキノコにも火が入ると。お酒、お醤油、お砂糖、そして柚子胡椒、キャンプなんで目分量ですが、ちょっと味見をしながら。あー、グツグツいってきた。多分ね、このなめこでとろみがつくと思うんですよね。めちゃくちゃいい匂いだ。うん、柚子胡椒のいい香り。キノコの旨味まとってソースが美味しい。いや、これちょっとうまそうだぞ。いや、いいんじゃないですか。ちょっと味見して。あー、うまい。はあ、うまい。これだけ舐めてても美味しい。うわあ、柚子胡椒ソースに鹿の、若干鹿の風味も合わさって、キノコの旨味成分グアニル酸がものすごく出てます。美味しい。ちょっとソースがね、甘ったるい感じもするので、仕上げにちょっとキリッとするようにライム添えて食べようと思います。どれぐらいがいいかな。うわー、もうすごい肉汁ですよこれ。あー、おー、いいじゃないですか。あー、もう完璧じゃない、この火の入り具合。
おお、怖っ。あんま薄すぎるのもな、ステーキだからね。いや、これやっぱすごいな、信州きのこすごいな、めちゃくちゃ風味が強い。仕上げにブラックペッパー振って、そしてのライム。やっぱね、女子にモテたいんでね女子にモテたいんです。うん、モテたいこんな旦那欲しいなって思われたいオッケー。これで、鹿肉とキノコのステーキ柚子胡椒ソース完成。イエー。ちょっとね、キノコと一緒にいただきます。どうでしょうか。うますぎる。天才的にうまい。きのこと柚子胡椒とこの、やっぱりね、予想通り結構あの分厚めのお肉だったんで、しっかり火入れたんですけど、一切筋張ってないし、とっても柔らかいですお肉が。いや、皆さん試してほしい。きのこと鹿肉の組み合わせでステーキっていうのは、これ大げさじゃなく牛超えてますよ。このほろっとした柔らかさのこの肉は、これね、全肉の中でもだいぶトップクラスです。自分で考えて自分がびっくりしてますうまっ。もう一枚食うんで、あとみんなで食いましょう。動画ご視聴ありがとうございます、グッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね。